今日の燃えるお兄さんはとっても恐ろしい。どのくらい恐ろしいかというと、情けないじゃない。侍じゃ、怖いっしょ、怖いっしょ。平和な町、ここコレワ市だが、その平和が破られようとしていた、なんてオープニングもたまにはいいよな。すっごい建物、なんですかこれ。あら知らないの？プロフェッサー K って言ってね、変な発明ばっかりするんで有名な博士よ。へー、マッドサイエンティストみたい。どんな人だろう。そうね。ようこそ少年少女たち、科学の国のスーパーサイエンティスト、プロフェッサー綾子が貴様らを未知の未来へ案内しようぞ。いいよ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 。世代のギャップを埋めようとアホな字で目立とうする婚期を逃した更年期の女。誰が更年期障害ですか。はい、それでは今日は現代の科学を超越した発明で有名な噂のマッドサイエンティスト、プロフェッサー K の研究所に突撃ルポをしてみたいと思います。行くぞ。また扉じゃない。本当にこれ家の中なの？おう、じゃああの奥にプロフェッサーとやらがいるのだな。待て健一君。おう、これではあまりにも簡単すぎる。罠かもしれないぞ。罠ってこれのことか。それは縄。とにかくここは私に任せたまえ。何ですか？ノクトビジョン、まあ赤外線スコープってとこかな。いいねいいね。いたまえ、レーザーがいっぱい走ってる。進んでたら死ぬところだ。どこにも見えないのだ。見えなくていいの。そう、僕の後をついてくんだ。うわあ、お、何やってんだよ。運命に頼りすぎじゃない？助かったぜ。お、どうじゃ、楽しんでもらえたかな。わしの研究所へようこそ。半分機械の機械な男、これぞ天才科学者プロフェッサー K。 その風貌と研究の突飛さゆえに学会を追われた男であった。いいよいいよ。2カメ、カメラ回して。わーい、
じゃないのよ。そうね、強いて言うならサイボーグかな。なるほど。ところでサイボーグって何なのだ。まあそんなところだ。天才にはつきものの毛が出な、わしは勲章と思っておる。そうでしょそうでしょ。なんでもある実験中に事故で体の3分の1をなくしちゃったとか。どこが大天才なんだよ。天才と紙一重じゃない。うわ。確かに世界一の天才だ。あう、世界一。この時、世界一強い男になるのだというお兄さんの燃える心に火がついた。大天才と勝負してみたい、そう格闘技魂が叫ぶ今日この頃の晴れのち曇りであった。じゃんけんぽん。あーい、やったやったやった、お兄さんの勝ちだよ。それでは研究所に案内しよう。お兄ちゃん、お兄ちゃん、殺人ロボットか、あいつは。ここがわしの研究所じゃ。おかえりなさい、おかえりなさい、ケイ様、ケイ様。ロボットなのだ、ロボットなのだ。さあ、どの発明から見てもらいましょうかな。なんか変なのがいっぱいだわね。わあ、ゆきえ、見るのだ見るのだ、これなんだろう。お兄ちゃん、勝手なことするとまたやられるわよ。いいよいいよ、博士、何ですかあれや。人呼んで盆踊り上達マシン。やめるのだ。いや、スピードアップ。おい、大丈夫か、ケイチ。えらやった、えらやった、よいよいよい。わあ、これかわいい。ほんとだ、博士、これもロボットなんですか。そうとも、おしゃべりロボットスピーチ君というのじゃ。非常にボランティア精神に満ちたロボットでね、こうして肩に乗っけてやるだけで、その人の思ってることを代弁してくれるのじゃ。おおお、喋れぜ。非道のバーカ。いつもいつもずいぶん威張ってんじゃない。牙なんか生やしちゃってな、アホなんじゃない。それに引き換えゆきえちゃん可愛いじゃない。どっちくん、では人並み外れて低いけど結構スタイルいいしよ、ボインじゃない。おいおい、ゆきえからあのむっちりした胸に顔をうずめてみたいじゃない。な、何を言うんだ。考えてることが分かってしまうというのもなかなか面白いもんじゃろ。怖いわよ。死ぬじゃない。ま、今までのはほんの序の口、そろそろ本番といくぞ。これを見よ。おおおこれは物質転送機じゃ。あお、物質転送機、それはすなわち電気などのエネルギーによりあっという間にこっちからあっちへと移動させるマシンを言う。なるほど、じゃあこの下にトンネルがあるのだな。手品じゃねえんだ、手品じゃ。あお、そうそう、だがしかし転送の途中にカプセルの中にハエが入っていたりするとじゃ、なんと両方が混じってしまいハエ人間になってしまう恐ろしい機械でもある。わあ、やっぱりすごい手品なのだ。しつこいのは嫌いじゃ。よーし、いいよいいよ、人間が転送される瞬間行ってみよう。 お兄ちゃん、心配はいらん、わしの発明に失敗はない。本当かしら。ケイチ、どうだ中の具合は。なかなかいい気持ちなのだ。フリッパーも入るか。ああ、フリッパー。
そう。情けないじゃない。今度はこれだ。何？演奏。美しいものは何になっても美しいのさ。おめえは花粉症じゃねえのかよ。ではいよいよこのわしの究極の大発明、タイムマシンをお見せしよう。タイムマシン？うん、人類の科学の到達点ともいえる大発明じゃ。その前に俺たちを元に戻せ。ガー、お掃除がやめられないじゃない。見たまえ。これを使えば好きな時代から好きなものを簡単に取り寄せられるのじゃ。恐竜とか古代の植物とか。だが人間を取り寄せてはいかん。歴史を変えるといけないからの。光源氏とデートよ。何バカも。人間を呼んではいかんと言ったではないか。あ、侍。うん、どこじゃ。うぬら何者。わあ、本物のお侍さんなのだ。サインしてください。うわあ、何者。ああ、かいかいかい。ここはどこだと申しておる。これは超4の3の5の。そしてはい、そういう拙者は何者でしょう。あいいよいいよ、まさにモノホンの迫力。はい、全日本テレビのいいよいいだろうです。インタビューよろしく。いいよ。あ、人間千枚切り。いいよ、千枚切りはやっと痛めるのだ。そんなことは千枚。拙者は一体点点点。タイムスリップの影響で一時的に記憶を失っているようじゃな。パン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 。ダメだ、びくともしないのだ。するわけねえだろ。聞いたのかな。で、雪姫。どうした、手も足も出まい。人質とは卑怯なり。踏んだわらだきつけろ。心何度でもいいな、動けばこいつが死んじまうぜ。雪姫殿。吉宗様、構いませぬ。わらわに構わず、この者ども切り捨ててくださいませ。雪姫。ザワーッ。拙者の名は吉宗。雪姫殿、よくぞご無事で。誰かと間違えてるみたい。何はともあれご無事で何より。己ゴンダワラ崎助の神。果たしても拙者と雪姫をつけ狙うか。度重なる悪行、天が許そうとこの吉宗許しはせん。おお、いいよいいよ、超合金が真っ二つ。よよよ、これも食ってくれ。心得た。ああ、
り合った一人を真っ二つに分けたじゃない。ヘキナじゃないっつーの。助の神覚悟。人違いで切られてたまるか。テトリスク28号発進。いいよいいよ、スペシャルスペクタクルだ。おやいいや。ご町内の皆様、毎度おなじみ警察署長でございます。困ったこと、悩み事などございましたら、お気軽にお声をおかけください。なんなんだ。こちら警察署長、警官隊と機動隊と自衛隊、何でもいいから助けてくる。おのれ、わしのロボットはよくも、化け物め。こうなったら逃げちゃう。スケノシン、スケノシンはどこじゃ。大変なことになったじゃない。お兄さん、なんとかしてよ。そうよ、こうなりゃなんとかできんのはおめえだけだぜ。しかしそう簡単に倒せる相手ではないぞい。どっから出てくんのよ。ケンイチ、剣道と他の格闘技が争う場合、相手の3倍の段位を持っていないと勝てんと言われておるのじゃ。じゃあ、あのお侍さんより3倍強くないとダメってわけ。なに。そういうことなのじゃよ。あ、プロフェッサー K よ。お、プロフェッサー K が逃げる。イエーイ、悔しかったらここまでおいで。あかんべー、お前の母さんでべそガハハハハハ。いいよいいよ。あら、人の子を喜ぶからよ。スケノシン、おもちゃ。スケノシン。というわけで、突然現れた謎の侍に町中は大混乱となっています。何かな、父ちゃん、どこから顔出すの。ケンジ、男は細かいことにこだわるんじゃない。で、どうした。お侍さんが現れて暴れてるんだって。ほう、そりゃ面白い。おっと、その侍の前に二人の男が立ちはだかった。兄ちゃんとじいちゃん。どけ、どかんか。その者が極悪非道言語道断全国縦断指名手配の凶悪犯、権田原崎助之進と知っての助だつか。待て、この人はその人ではない。ここは現代だから、昔のことはともかく、ともかく今は取って取られて花一文目、人が違って関係がともかくなのだってもかね。おい、ちょっと長いセリフだからってビシッと決めんかい、バタリ。わけのわからんことを申しよって、どかねばうぬらも一緒に切り捨てる。よーし、まずわしからじゃ。さあ、どっからでもかかってこい。おう、そこじゃねえ。いや、何をわからんことを。くわあ、おい、おだ、おい、どだ、玄米茶。この下、この化身か。見たか、玄米茶流奥義じゃぞい。ならば、こちらも奥義を出そう。馬乳陳影流奥義。円月祭、狂犬だ。なに、馬乳陳影流とな。どうした、じいちゃん、知ってるのか。馬乳陳影流、それは数ある剣術の中でも最も恐れられた殺人剣なのであった。あの有名な宮本武蔵でさえ。生涯対決を下げ続けたという、まさしく世界一の剣術なのじゃ。世界一。よし、お侍さん、お兄さんが強いか、世界一の剣術が強いか、勝負なのだ。ケンジ、じいちゃん死ぬんじゃねえぞ。死ぬな、死ぬぞ、死んじまえ。さあ、睨み合っているこの両者、史上最強の剣術が強いか、はたまた主役の特権でケンイチ君が勝つか。うわー、ケンイチ、究極奥義その6じゃ。トレア、行け、ケンイチ。分かったのだ。行け。アウス、奥義その6、玄米二条剣。あ、
バカな。手強い相手だったのだ。いいよ、いいよ、いや最高、視聴率 90% 間違いだ。負けだ、完全な負けだ。この吉宗、悪党に負けておめおめ生きてはおれぬ。この上は腹かっさばいて。ああ、やめるのだ。いいよ、いいよ、切腹の生中継、こりゃ受けるよ。おやめなさい。その声は、あ、雪姫。タイムマシンで呼んできたんだ。雪姫が二つなんでしょうね。いつになれば元に戻れるの。時代が違うとも知らず失礼をお詫びする。まあ元はといえばこちらの女の先生が勝手に呼び出したのが悪いのじゃ。仕方あるまい。あやこ先生にも困ったもんだぜ。あう。今度こそ光源氏様よ。ねえ、みんなは何がいい？もう何とかして。雪江や知らない君も涙をちょちょぎらせて喜んでいるぞ。だけど父ちゃんに届けるはずのお弁当が爆弾にすり替わっていたのだ。次回お兄さんタクシーでお弁当ドカーンの巻き。あーしぽしぽ燃えるお兄さんコーナーなのだ。あう、今日最初の挑戦者は加藤恭平君10ヶ月。まだ小さいのでフリッパーに挑戦してきた恭平君。ごめん、お兄さんもフリッパーもタヌキの真似だとばっかり思っていたのだ。次の挑戦者は武蔵野市のジャングル黒部君こと静谷勲さん28歳。ゴミ袋を履いてガッツポーズとは参った。いくらお兄さんでもそんな恥ずかしいことはしないぞ。さあ君もお兄さんに挑戦状を送りなさい。郵便番号 102-40 日本テレビ燃えるお兄さんコーナーの係まで。今日紹介した人には認定書と記念バッジをあげるのだ。Out!